トムラウシ温泉は、北海道上川郡新徳町くったりにある温泉である。天然記念物の噴泉島地名のトムラウシとは、アイヌ語の虎ウイに由来するとされる。言うトムラウシ川上流の谷間に、一軒宿の国民宿舎東大雪草があり、日帰り入浴も扱っている。東大雪草付近に、温泉の湯に含まれる沈殿物が固まってできた噴泉島があり、 天然記念物に指定されている。戸村牛山への登山基地として使われ、周辺には八重城がある。温泉から山頂までは十分な体力のある、登山熟練車で夏場で7から8時間程度要する。付近の山々には、林道が縦横に走っている。昔林業が盛んだったことの名残だが、登山道などと交差している。新特徴の最北部。 北海道道718号中別清水線、新徳町内の未成区間南端の大雪山系、西用部に位置する。途中の道路は大部分が舗装されているが、新徳本町から約1時間余りかかる秘境である。1965年から温泉地の開発が始められ、町民保養所、東大雪草の開業もこの年である。 この他に民営旅館が2軒あったが、その後廃業した。水曜日のダウンタウン2016年10月26日、放送分23区内で最寄りのコンビニまで徒歩10分以上かかる家、マジでしんどい説の中で日本一コンビニから遠い家として、戸村牛温泉の従業員の寮が紹介された。最寄りのコンビニ成功マートくったり店から52キロの地点にあり、 車で片道1時間30分、徒歩で片道12時間かかる。ありがとうございます。